じゃあ引き続き、はい、夜の部やっていきましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず、はい、アジの釣り方を僕が教えます。よろしくお願いします、はい、お願いします。まずこれ仕掛けは今回こういうやつ、はい、これはバス釣りで使うロッドですね。これもバス釣りのセットにこの先についてるのがアジングワームというやつです。あ、ちゃんとアジングっていうんですか。ペケリングというやつですね。これを投げます。はい、先生、ま、いきますよ。松尾さん、はい、僕も釣って食べたいです。食べましょう。で食べます。まずこれはもうカラシっていうのはこうギリギリ竿先ギリギリでいいんですよね。あ、昼の部とは違いますね。違います。昼の部とは違います。でこれはこの ルアームの重さ全く感じられないので、はい、竿を力任せに力任せでしたね。力任せピッていいんですね。ピッとピッてやって、はい、これも一緒のようにこうやってどんどん落ち沈んでいきますんで垂らしていく。下までついた、まあ、そういる層が大事なんですが、はい、まあ、適当に投げて適当にゆっくりゆっくりゆっくり、こう見てください。これこんくらいゆっくり。あ、本当にゆっくりゆっくり巻く。あ、来た。あ、嘘。当たった当たったマジで、そんな来るんすか。ちょっと上手になってきたら、はい、これをちょんちょん、これ竿をちょんちょんしながらゆっくり巻く。イモムシだよって。イモムシだよって。小魚かな。小魚だよあ、え、そんな来る？あ、ダメだ。これ難しいんですよ。食うけど、はい、抜けやすいんで。あ、え、でもガンガン来てるじゃないですか。あ、当たりは多いですね。今一発目ですよ。ブルブルってこうなるんで。すごい楽しそう。じゃあちょっと一回やってみますね。じゃあ行きます。力任せに気をつけてください。はい。ここで事故とかないですかね。いて、あ、上手。よし。上手上手。やった。でこれで。で糸を出します。これで絡まないようにちゃんと糸張って。お、さすが。お、釣れてる。ん、あ、いや、バレたかな。いや、バレてる、バレてる、バレてる。でも当たりは多分今、アジの当たり。すごい、うん、絶対もうこういう感じで釣れちゃう。いや、来てる。お、あ、あ、抜けた。いや、いいっすよ。それ、もう抜けやすいんで、うん、いつか釣れますとしてたら来年までには釣れます。来年もうあと十何日やんなきゃダメ。そんなに待てないよ。もう夜通しでやってたらそのうち釣れますよ。でもこれで少しずつやる。もう巻き立ていいです。かなり手前まで来ちゃったんで。真剣もよ、日本一。ん、怪しい、怪しい。あー、抜けた。今逃した。おお、ちっちゃい。そしてアジ違うっす。金魚。すいません、すいません。うん。あ、来た。あ、マジで。おお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 。今の感想をもらえますか。マジで情けないっす。今来たと思ったな。騙したんですよね、俺らを。あ、そうそうそうっすね。恥ずかしい。恥ずかしい。いや、動画見てる皆さん、騙してすいません。でも僕はあの時釣れたと思ったんす。まあまあまあだ。釣れた。わざわざこっち使ってくださいよ。そっち使った方がいいかも。あ、お、来た。お、お、来た。寝がかりもうカメラ撮られてプレッシャーがすごい。プレッシャーに日本一弱いタイプ。こっち見て真顔。もう、ま、ザ真顔です。真顔 TV です。あ、でも釣れそう、釣れそう、多分絶対釣れる、うん、あ、来た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 。お、今来た。でかい、巻いて巻いて。でかい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 。今来たでしょ。巻いて来た来た来た。本当にでかい。でかい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 。なんだなんだなんだ。あ、それあれ。はいはい。こっち来て。こっち来て。なんだ。あ、釣れた。これメバルだ。違う、メバルや。うわ、松尾さんメバル。メバル。しかもでかい。やったやった。松尾さん。メバル。メバル。大きいやつ。釣れたよ。え、どうしたらいいの。こう持ったら、ここ持ったら、はい、そうですそうです。あーじょーやったー。うまいやつですよ。うまいやつ。味噌汁しましょう。味噌汁しましょう。やったー。日本一。おー
味分かってるな、味釣らずメバル釣った両型のこれメバル、いい、本当にいいやつです、いいやつ、やった釣れた。いや皆さんありがとうございます。ずっとねこれ撮影してくれてたんですよ。本当にありがとう。やった、よかった、ありがとう、ありがとう。おかげで釣りの楽しさ知れたぞ。あれ楽しかったでしょ。楽しかった。これが釣りカード、根がかりじゃないぞと、うん、最高。